ファンイベント開いてもですね、たった3年しか来てくれないっていう、もと48で、家御さん、もともと知名度があって、もともと人気があったんでしょって言われるんですけど、もう全然、もうどちらかというとアンチのが多くて、ネットって逃げ場だったと思うんですけど、今は逃げ場じゃなくて、戦いの場になっているので。<music> 見ていて、えー、っと思っちゃったのは、生配信で新規向けのことを発信。 ていたことがあって、本当にこっちがこだわっているオタクっぽいところを出していくのがすごくいいのかなと思っていて、代弁者でいるってことはそうい気をつけていますね。どういうコメントをしてほしいのかっていうのを投げかけるっていうのはすごく大事だなと思っています。それでは早速ゆこさんにあのご登壇いただきます。皆さん拍手でお出迎えくださいお願いいたします。 モテクリエイター,、えー、ユーチューバー、タレント、えー、会社、えー、とユーチューバー、えー、とまあいろいろや飲食店とかもやってます。y o u c と申します。えっと2012年に HKT48 っていうあの AKB48 の姉妹グループの博多バージョンですね。おおに入ったんですけど、あの入って1年も経たずにだから CD デビューする前に辞めてしまいました。で辞めた時にすごあることないこと。 がネット上で今よりももっとネットリテラシーみんな低すぎてもうわけわからんことで叩かれるっていう事件が起きてですね、えー、まあ炎上しちゃったわけなんですけれどもその後にまあちょっと悔しさもあってですね自分でツイッターを始めて男性ファンに向けてタレント活動を始めましたまあ。 元アイドルとか顔的にもまあグラビアやってたしなんか男性ファン向けかなみたいなすごいふんわりとしたイメージで始めたんですけどまあ炎上してたのもあったし自分にこう大きな夢とか掲げてるものとかもうなかった。 たのですごいふわふわとしていた女の子だったので、えー、と仕事がどん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 んなくなってですねとって言っても当時ツイッターのフォロワー数は3万人ぐらいいたんですよ3万人ぐらいいたのにもかかわらずなんかファンイベント開いてもですねたった3人しか来てくれないっていうなんか次元なんかもう本当に気まずかったんですよこういう状況ですからねめちゃくちゃこでも会場の広さこのぐらいでこういう状況ですからねめちゃくちゃ気まずくないですか来たこうも緊張しますよねめちゃくちゃねえ そううなんですけれどももう当時当時って言っても2015年の末かな12月ぐらいの話なんですけどもう全然そういう元48で家越さんはもともと知名度があってもともと人気があったんでしょって言われるんですけどもう全然もうどちらかというとアンチの方が多くて、えー、と本当にたった3人しか集まらないみたいな状況でしたその時来てくれたファンの方に何で自分のことを応援してるのっていう普通危険ちょっと頭おかしくなったんですかねあの聞いてしまってあ改めてそこでファンのこと 方々がパッと出てこなかったんですね。自分のことを応援している理由っていうのが、あこれは問題だなと思いましたし、なんか自分も別にやりたくないことをなんかやこうまあプライドもあったしこう花がこう伸びてたんですかね。プライドの花がな伸びていてあのまあやらななんかやらなければいけないものみたいになってたんですけど、まあプライドの花をクーってへし折ってえっ、ー、と2016年の1月ですねにもう自分でもう。 ちょっと入ってた事務所も全部辞めまして自己プロデュースをしようということで、えー、ツイッターとの方を一新してそこから少しずつ少しずつまあ最初から全然正,正解な発信ができてたわけではないんですけど失敗と成功を繰り返しながら SNS の総フォロワー数が150万人を超えてで途中でちょっとこれは。 ちゃんとせんないけんと思って会社を起業したりしてですね、えー、と今はその培ったソーシャルパワーをもとにスキンケアブランドでいうあスキン,ケアブランドユアンジュっていうのを立ち上げまして、えー、ユアンジュはなんとこの前4月にバーンって売り出した時は1日で1800万売りました、イエーイ、<laughs> <laughs> すいません。<laughs> <laughs> はい <laughs> サービース旅ジョンの方だったりとかと生配信者の育成をしています今事務所に400人ぐらい所属しているのかな、はい、300後半ぐらいだったかも、まあ、まあ約400人ぐらいが所属していますであとは最近は、えー、SNS のアドバイザーだったりですとか企業の方,方に呼んでいただけたりとかコンサルとかもあのなんか言っていただけるなってそういうことをやってたりとかしてますで今の、えー、とファン層のグラフがこんな感じになっていて、まあ、こっちインスタなんですけどまあ8対2ぐらいで女子で。 圧倒的にまあ同世代ですね18歳から34歳がほとんどでじゃあこっちが YouTube なんですけど緑左側にスンって緑の線が入ってるのが男性なんですけど数字で言うと97対3%っていう自分が指したいところに指せることができたなと、まあ、それ s n スのおかげでできたなとはい本当に思っていますでまあ,あの皆さんいろんなこうファンの定義があると思うんですけどファンってなんか一概に言っても例えば私街とかで言ったらえめちゃくちゃいい って,言ってなんか、えなんか拍手してくださいって言うんで、ありがとうございます、これからも YouTube 見てくださいって言ったら、YouTube やってるんですかって言われることあるんですよ、え <laughs> ーとか、そういや、嘘だろうとか思うんですけど、まあ、悲しいなとかも思いながらも、まあまあ、まあ、ね。 そういうこともあるじゃないこ結構あるんですよ。<laughs> でなんか私こういう3年間ぐらい活動をやっていてやっぱファンって一概に言ってもですねなんかこういろんな,なんだろうおもおもそのファンと思ってくれる方々の思い思いのファンの <laughs> 形っていうのがあるんだなってことにすごい気づ,気づかされたんですね。はいまあ SNS の世界でいうと、まあ、とりあえずフォローした人これでもファ,ファンっていう人いるじゃないですか <laughs> 私ファンだしっていう人もいれば「でいいね」をコメントくれるファンもいるし各それぞれのファンたちがあの居心地がいいって思ってもらえるような、まあ、発信をしないといけないなととても思っていますな,なんで SNS を使,使いたいかっていうことをなんかだ大体この三つだろうなと思って。なんか か自分がやってる仕事とか事業とか自分のことをま,あまず拡散されたいもしくはコミュニケーションを取りたい <laughs> あの、ね、お客さんとコミュニケーションをりたいとかあ自分のファンとコミュニケーションをれるのもめちゃくちゃ大事じゃないですかであとは3つ目情報を求められたいですね自分が発信する情報を毎回見てほしいとか大体いいこの3つなんじゃない <laughs> SNS をや,やる理由って大体いいこの3つなんじゃないかなと思うんですけどでもこれって。 各ここの人たちが、ですよなんかこ私たちなんかこあの発信者側がなんかこうやったらファンは喜ぶんじゃないかっていうふうにな発信をしたときにフォロワーの中でここの人からするといやいやそこまでの情報、えっ、もといてないんだよれ、ね、とか思われたりしちゃったらなんかすごくなんか、あのーね、あの拡散とかもしづらいかなととても思いました。 居心地の良さを感じないと拡散もできないしコミュニケーションも取れないじゃないですか居心地悪い人と話もできないし居心地が悪い人の情報を求めに行きたいなとも思えないですよね若い人たち私たち世代は特に SNS の世界でも超人の目を気にしているなって思っていてその前提を。 ちゃんと理解して、ちゃんと踏まえた上で、えっと、SNS の発信をしていかないといけないなとすごく思っていて、どういうことかというと、多分皆さんって何歳ぐらいですかね、ぱっと見、30後半、40ぐらいですかね、ちょっとすいません、全然違ったら、マジで申し訳ないんですけど、ん、多分ミクシーとか Facebook を経験されているであろう、そうだと思うんですね、ただ、私たちの、私たち世代は、ミクシーを経験したことがなくって、 結構 SNS 孤独っていう言葉が問題にもなってきているんですよ皆さんは結構 SNS 最初使ったのがミクシーとか Facebook とかだと思うんですけどなんかなんとか好き集まれとかなんだろうなんか吸収済み集まれみたいな,なんかコミュニティがあったらしい私はしたことないんで分かんないですけどあったらしいと聞きましたでそういうなんかコミュニティの中に入って緩くつながる で人ととがれるる楽しさを知ってると思うんですけど私たちが生まれた時に一番最初に与えられた SNS が Twitter とか Instagram とか YouTube なんですねでなんか人とつながってくださいなんか若い人の方がつながれるんじゃないかとか思われがちだと思うんですけどつながり方が分かんないという人が結構多くて。 なながるためめにはちちゃくちゃゃく発信しいいいといけないじゃないですかって名前を付けてプロフィール画像を撮ってこういう肩書きがありますみたいなでこの「教会センス」をぜひ読んでいただきたいんですけどでそれってめちゃくちゃ自分のことを発信してバンバンやってって初めてつながれる SNS をしか経験したことがなくてなんか受信の中で緩くつながるみたいなことがなんんかあんまり、まあ、今オンラインサロンとかあるかもしれないけどあんまりな今のとこないじゃないですか。その人と繋がるため ための SNS というよりかは本当になんか自分のブランディングで本当に人目を気にして家族とか上司とかにフォローされながらなんか自分の <laughs> ねえめちゃくちゃ好きなことなんかつぶやけなくないですか